皆さんこんにちは。いつもの須崎地区自治連合会の活動、それからこの地域の、各団体の活動に本当にご協力をいただきまして本当にありがとうございます。今日、なんとか、雨降らず晴れもせず中途半端な天気ですけども、涼しくでいいかなと思うんですが、ここで第2回目の須田音楽祭を無事に開催することができました。そんな思いで今日お邪魔いたしました。今日はプログラムを拝見しておりますと、地元の須田区はもちろんですけれども、先ほどの方からも応援といいますか、ゲスト出演、友情出演もあるというふうに思います。保育園、幼稚園、小学校、小学校、高校、いろんな幅広い子どもたち、年代の子どもたちもありがとうございました。それではプログラムに移ります。1番、左京地区から友情出演に来てくださいました左京サウンドソナーレの皆さんです。曲目はオブラディオブラダ、ハッピー、夢を叶えてドラえもん、ガッツ、セプテンバーです。それではよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。左京サウンドソナレということでございます。隣の左京地区から参りました。今日は、須田区小学校の皆さん、高左京地区連合会の皆様のご声をですね、こちらの方に初めてお伺いさせていただきました。メンバーの中に左京とついてますけども、須田区の住民も、何名か入れております。はい、まあ、左京と言いながらですね、こういう機会に立たせていただくことを非常に光栄に思います。冒頭ではございますけれども、ご用意していただきました。皆様大変ご苦労だと思います。どうもありがとうございました。今から30分間ですね、拙い演奏ではございますけれども、皆さんに、吹奏楽も奏でたいと思っております。1曲目お届けした曲でございますが、ビートルズの曲ですね、オブラディオブラだという曲でございます。家族をなんかテーマにしたような、人生をテーマにしたような曲でございまして、車でですね、たくさん人数が乗れるような、車の CM ソングなんかにも、使われた曲。続いて、お送りする曲でございますが、皆さんもですね、すごく幸せな気分にしたいなという曲です。これも CM とかで聞かれたことがあるかもしれません。ハレル・ウィリアムズという方の曲でございます。ハッピーという曲です。途中手拍子を叩くところがございますので、ね、ぜひとも皆さん、手拍子の方もよろしくお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。ハッピーです。お聴きください。
ですか。はい、私が子供の時からね、もうドラえもんっていうのはもうね、助けてくれる、ね、夢を与えてくれる21世紀の花だという方でございました。ずっと世代を超えて愛されるものでございます。音楽も同じでありまして、世代を超えてですね、人の気持ちを豊かにし、喜びを与え、楽しみをくれています。で次に、お送りする曲なんですけれども、嵐の曲ですね。で皆さん嵐って言って、先ほど理事会長さんの話、地震の話があったんですけど、あの地震の嵐とその嵐じゃなくて、ジャニーズですよ、ジャニーズね。ジャニーズの嵐って、勝つという曲があるんですね。で、聞いていただいて多分分かると思うんですけど、これ実はね、運動会とかで使われてるんですよね。うん、だから小学校、まあ、中学校はちょっとすいません、私行けてないんですけど、小学校で使われたりとか、まあ、保育園とか子供園とかで使われている曲です。あ、なんか音楽ですごく元気が出るなっていう曲なんですね。皆さんもぜひともこの曲を聴いていただきたいなと思います。それでは嵐のガッツという曲をお聴きください。
非常に地域で熱心にご活動、ご活躍されている方なんですけど、どうやら、その山口先生も多分好きなんでしょうかね、県の方が好きなのか、ひょっとしたら、お孫さんとかご子息さんの方が平城東中学にいらっしゃって、文化祭で聴いたよという曲かもしれません。はい、季節は10月でございますが、曲は9月のセプテンバーでございます。最後のクイズ曲をどうぞお聴きになってください。で、そして長い間ありがとうございました。この曲でお別れさせていただきます。Thank you.
さんからアンコール出してきたんですけども実はですね、こんだけたくさんの温かい拍手いただきましてありがとうございます。拙いですけど、同じ曲で申し訳ないですけど、ハッピーという曲をですね、もう一度皆さんにお聴きいただいて、しかも多分押してると思いますので、これで最後の曲、ハッピーというのをお送りさせていただきます。どうもアンコールありがとうございます。どうぞハッピーの方をお聴きください。佐京をスダックが、フェードニュータウン
ているのがすごく多いっていうふうに言われてるんですね。で、私もそうなんですけれども、過去に吹奏楽をやっていて、せっかく楽器をやってきたのに、まあ、いろんな家庭の変化とか、変化とか、あとお仕事の加減で、できなくなってしまう方が多いっていうことで、せっかく持ってる楽器、やってきた楽器っていうのを続けませんかっていうことで、集めて結成されたのが、作曲家の沼井というものです。はじめ左京サウンドソナーレで聞かせてもらったので、左京の地域の自治連合会で雇われるかどうかそうじゃないんですね。ですので、左京という名前今、ね、おっしゃったように左京という名前がついてるけども、須田区地域それからあと右京区この、平城ニュータンだけじゃないですね。活動されてるのもねたくさん、お名前を見つけるので、まあ、これだけの迫力と、人数出たら本当に今、市長お借りになったんですけど、市長さんとも言ってたんですよ。一度奈良市の何かで4分間って今おっしゃってたじゃないですか。実現すれば面白いです。どっかとコラボしてまたやれへんかっていう話が。そうこうしてるうちにピアノもどんどん動きましてですね、配置変化、時間潰しにあのアナウンスさせていただきましたが、本当にありがとうございました。また、何か機会があればこの須田区にまた来ていただいてやっていただきたいと思います。本当にありがとうございました。